次のエレメントコアを探すんだろ。さっさと行け。チェシャがセレッサを責めるようにうなります。でもセレッサには言い返す元気もありませんでした。今度あいつが現れたらコテンパンにしてやる。セレッサに聞こえるようにわざと大きな声で独り言を言うチェシャ。セレッサの心に不安が広がります。私は私は早く諦めなさいよ。今までもずっとそうだったでしょ。そんなことない。あんたはみんなの嫌われ者なのよ。立派な魔女になんかなれっこないわ。やめて、聞きたくない。グズグズするな。先に進むぞ。
死者はけしかけるように低くうなりました。
少し先に見えるのは水の祠でしょうか。その手前に太い鉄の棒で組み上げられた奇妙なものがそびえ立っています。それは家さえ包み込んでしまうような大きな大きな籠です。セレッサは涙を必死でこらえ、自分の背中を押すように前へ前へと進んでいました。泣いたらまた弱い自分に戻ってしまう。私は強くなる、そう自分に言い聞かせていました。
もしかして、あの大きな化け物の縄張りなのかしら。そう口に出したことで、セレッサの心の中に恐怖が広がりました。でも、今さら後戻りはできません。
チェシャ、どうぞ。
あたりには壊れた檻がたくさん転がっています。こんなにたくさん、一体何のためにこんなに檻を、そう思いかけてセレッサは想像するのをやめました。
わ、あの化け物が。恐ろしい怪物が再び目の前に現れました。下がっていろ、ジェシャはセレッサを怒鳴ります。思わず物陰に隠れてしまうセレッサ。ジェシャはためらいなく怪物に飛びかかっていきます。ですがやっぱりチェシャの爪は怪物の体に跳ね返されてしまいます。一歩また一歩と怪物に追い詰められるチェシャ。チェシャはこのまま食べられてしまうのでしょうか。私また助けられないの。そんなのは私、もう逃げない。私は強い魔女になるんだから。私にだってできることはあるわ。抱かれた怪物は慌てて逃げてしまいました。チェシャ大丈夫？怪我はない？チェシャは強がって黙っていますが、大きな怪我はなさそうです。よかった。あの化け物また戻ってくるかしら。でもあの鎧を壊せるならなんとかなるかもしれないわ。少し自信が湧いてきて胸を張るセレッサでしたが、チェシャは不機嫌そうに黙っていました。セレッサの活躍がなければ今頃あの怪物の晩御飯になっていたかもしれませんが、自分よりも弱いセレッサに助けられたことがどうにも面白くなかったのです。あんなのを怖がってるようじゃ強い魔女にはなれないわ。
今度は絶対やっつけてやるんだから、きっとね。そう意気込むセレッサの瞳は、チェシャと森へ入ったばかりの頃よりも少しだけ輝いていました。チェシャはそっぽを向いたまま、セレッサの言葉を聞いてないふりをしていました。鎧の破片？私もう逃げないわ。さあ行こう、チェシャ。俺はあんな奴から逃げるつもりはない、そう不満そうにつぶやきますが、チェシャも戦いたくてうずうずしています。むしゃりむしゃり。あいつ、今度こそやっつけてやる。セレッサは力強く怪物を睨みます。あんたなんかもう怖くないわ。
恐ろしいジャバウォックを打ち倒し、セレッサは大喜び。ですがチェシャはふいと横を向いて知らん顔です。何よその態度。するとチェシャは、もっとうまく動けだの、走るのが遅いだの、あれこれとセレッサに文句を言い始めました。セレッサはせっかくのいい気分が台無しです。私も頑張ったからあいつをやっつけられたのよ。お礼を言ってくれてもいいじゃない。喧嘩はひとまずお預けです。狼を追って二人は勢いよく走り出しました。しないわ、きっと。
濡らすのも嫌よ。セレッサ、まずは無事で何よりです。モルガナの幻影が現れました。セレッサが無事で安心した様子です。そしてセレッサの顔を見てこう言いました。少し顔つきが変わりましたか。以前より大人びたような。私たちすごい化け物をやっつけたのよ。セレッサは興奮気味にジャバウォックを退治した時のことを話して聞かせました。それは幸運だっただけです。安全な場所にいると言ったでしょう。でもその話が本当なら少しは成長したようですね。めったに聞けないモルガナからの褒め言葉にセレッサは嬉しくて飛び跳ねたくなる気持ちをぐっとこらえます。今のあなたならより強力な魔術も使えるかもしれません。悪魔の力を今以上に引き出せるか試してみるのもいいでしょう。それはさておき、あなたを助け出す準備がようやく整いましたよ。ただし妖精たちの結界を壊すにはとても大掛かりな魔導術が必要です。今から少しずつ魔法を重ねるので術の完成は夜明けまでかかるでしょう。それまで耐えるのです。わかったわ。いかにして悪魔を従わせ己の武器とするかが魔女の品位を決めるのです。この先も夢忘れることのないように。モルガナの姿が消えるとチェシャが不満げな声を漏らしました。大丈夫、モルガナはああ言ったけど私はあんたのことただの武器だなんて思ってないわ。でももう少し私の言うことを聞いてほしいものね。セレッサの言葉にチェシャはふんと鼻を鳴らします。そういうところ本当に可愛くない。せっかくモルガナに褒めてもらえたのにその嬉しさはまたどこかへ消えてしまいました。I'm gonna go to sleep.